こんにちは。一生太らない食トレーニング研究所所長管理吉野木下智恵です。ずっとダイエットの Vlog は出していましたが、顔出しで動画を撮っていなかったので少し緊張しています。今日は3月に受けた健康診断の結果について皆さんに報告したいと思います。だいたい毎年3月にここ最近は健康診断を受けていまして、去年の結果もこちらの動画で報告していますので、興味がある方はこちらの動画も合わせてご覧ください。所長は管理栄養士として普段健康診断の結果や血液検査の結果などを見て、たくさんの人に食事指導をしたり栄養指導をしています。なのでたくさんの人の健康診断の結果を見る機会があるんですけれども、一般の方は他の人の健康診断の結果を見ることはあまりないと思いますので、よかったら最後までご覧ください。健康診断の日程なんですけども、3月24日に受けました。だいたい毎年3月に受けることにしているんですけれども、今年は名古屋ウィメンズマラソン3月13日に受けまして、直後だとちょっと疲労がたまりすぎて血管に影響があるかもしれないと思ってやめて、この日程にしました。それでは3月24日に受けた健康診断の結果、残らず全て皆様に報告したいと思います。まずは身体計測から見ていきます。身長は 156.6cm、 体重は 48.1kg。 名古屋ウィメンズマラソンに向けて 48kg を目指していたので、終わった途端に体重が爆増してたら嫌だなと思いましたが、増えてなかったので良かったです。肥満度はマイナス 10.9、 BMI は 19.6、腹囲、お腹周りは 70cm で去年と変わらずでした。で、次が尿検査、タンパクなんですけどマイナスでした。去年は生理日と重なってしまったのでプラスでしたが、今年は生理日と重ならないように考えて検査日を決めたので OK でした。そして、血圧なんですが、上が96、下が56でした。去年は104、58だったので上の血圧がちょっと下がりました。そして血中脂質、ここ気になる方が多いと思います。で、まず中性脂肪は41、去年は38なので少し増えました。そして HDL コレステロール、善玉コレステロール、これは92ということで、昨年81だったので増えました。 LDL コレステロール、悪玉コレステロールは94ということで、おととしが91、去年が79、今年が94なので、ちょっと上がってきています。ただまだ生理はあるので、爆上がりするとしたら生理が終わった後、もっと爆上がりすると思います。次が糖代謝、血糖値、これは空腹時の血糖値ですね。95、ヘモグロビン A1C、これは検査の日から1から2ヶ月ぐらい前の血糖の状態を表したものです。こちらは 5.3 ということで、ヘモグロビン A1C は3年連続 5.3 でした。そして肝機能です。肝機能は去年ちょっと気になっていた項目です。で、 AST が22、 ALT が22、こちらは去年29で基準値より超えてたので大ショックを受けたんですが、22になって基準値になったのでホッとしました。そしてガンマ GT、 こちらは16です。で、去年は13だったのでちょっと上がっていますが、まあ基準内で問題ないと思います。で、血液一般ということで、ヘモグロビンが 13.5、ヘマトクリットは 41.4、 赤血球数は419で貧血もなさそうです。そして腎機能、こちらもですね、2年連続ちょっと引っかかったので心配していました。クレアチニンは 0.67 で、 EGFR、 こちらが低すぎて2年連続引っかかったんですけれども、今年は 71.9 で基準内になりました。
よかったです。そして、尿酸値は 4.1 で去年 3.3 だったのでちょっと増えています。が基準内なので問題ありません。今回は心電図を受けました。心電図も正常範囲内で OK でした。そして、子宮がこちらも異常はありませんでした。そして毎年涙が出ちゃうほど痛いマンモグラフィーですが、こちらも異常はありませんでした。所長が待っている時にマンモグラフィーをしている人がなんか失神しちゃったのかな、なんかあったみたいですごいバタバタしてました。でもあの痛さは失神してもおかしくないと思います。続いては便潜血ということで検便ですが、こちらも異常はありませんでした。そして今年は50歳の節目の健康診断ということで骨密度の測定がオプションで受けられたので受けてきました。結果です。あなたの骨密度カルシウム量は 0.659 です。これはあなたと同じ年齢の平均骨密度と比較して 110% に相当します。また若年成人の平均骨密度と比較すると 102% に相当します。判定は正常範囲。あなたの骨密度は同年齢の人と比べて同等と言えます。これからもバランスの良い食事や適度な運動を心がけましょう。定期的に検査を受けてください。ということでこちらも問題なしでした。で骨密度の方も生理が終わると低くなって骨がよく弱くなる可能性が高くなるので、こちらも定期的に受けていきたいと思います。そして、最後内科検診ですね。こちらの方も異常はありませんでした。最後に気になる総合判定ですが、総合判定は A でした。今回の検査では異常は認められませんでした。ということで総合判定 A ということでとっても嬉しかったです。でここ数年胃で引っかかったり腎臓で引っかかったり肝臓で引っかかったりということでなかなか A 判定が取れなかったんですけれども、今年は胃の検査をしなかったから A が取れたと思います。所長が住んでる名古屋市では50歳以上だと胃の内視鏡検査、胃カメラの検査を受けられるんですけども、毎年は受けられないんですね。2年に1回なので、去年は受けたので今年は受けなかったのでA 判定となりました。でもとにかく A 判定だったのでとっても嬉しいです。以上が所長の健康診断の結果のご報告でした。皆さんと比べてどうでしたか？健康診断は受けているけれども結果は確認していないという方いらっしゃいませんか？血圧、血糖値、中性脂肪、LDL コレステロールなどが高い場合は要注意です。動脈硬化が進んでいるかもしれません。動脈硬化は脳卒中や心筋梗塞などのリスクを高めます。動脈硬化が進んでもどこかが痛くなったり動かせなくなったりということがないので放置してしまう人が多いのですが、健康診断の結果を見て必要ならばお早めに受診をしてみてくださいね。最後までご覧いただきましてありがとうございました。この動画をご覧になって健康診断を受けようと思った、結果をしっかり確認しようと思ったという方はいいねボタンを押してお知らせくださいね。食トレーニング研究所 YouTube チャンネルでは管理栄養士の所長が一生太らないレシピや太らないコツをお伝えしています。一生太りたくない方はチャンネル登録をお願いします。取り上げてほしいテーマやレシピがある方はコメント欄で教えてください。それではまた次の動画でお目にかかれること楽しみにしています。